テレーズの罪は2012年のフランスのドラマ映画。監督はクロード・ミレール、出演はオドレー・トートとジルル・ルーシュなど。ノーベル賞作家、フランソワ・モーリアックの代表作で、フランスのカトリック文学史上の普及の名作とされる小説、テレーズ・デスケルーを映画化した作品である。日本では2013年6月に開催されたフランス映画祭2013で、 テレーズ・デスケリューの放題で上映された後、2015年にワウワウでテレーズの罪の放題で放送された。1920年代のフランスランド県で地主の娘テレーズは親同士が決めた政略結婚で同じ地主のデスケリュー家にとつぐ。当初は愛のない結婚に疑問を持つこともなかったテレーズだったが義理の妹で親友でもあるアンヌの身分違いの恋を 目にするとをするうちに古臭い価値観に縛られたデスケルケでの生活に次第に息苦しさを感じるようになる。そして夫ベルナールが心臓の薬としてヒ素を少量飲んでいたことから医師の処方箋を偽造して購入したヒ素をベルナールに分からないように大量に飲ませてヒ素中毒にしてしまう。不審に思った医師らによってテレーズがベルナールにヒ素を飲ませていたことが明らかになり、 テレーズは、処方箋偽造の罪で告訴される。仮名をもんじるでスケルーケとテレーズの実家によって、告訴は取り下げられ、ベルナールは、テレーズとの夫婦関係が円満であると、対外的に見せかけることにするが、テレーズは、娘との面会を禁じられ、粗末な部屋に遊兵される。月日が経ち、気力を失ってやつれ果てた、テレーズの無残な姿を見たベルナールは、 両家に嫁ぐことになった妹、アンヌの結婚式が終わったら、テレーズを自由にすることを約束する。こうして、パリに移り住んだテレーズは、健康を取り戻す。ベルナールは改めてテレーズに、なぜ自分にヒ素を持ったのかを尋ねるが、テレーズはその理由をどんな言葉で説明しても嘘が、混じってしまうとして、名言を避ける。そして、許しをこうテレーズを、ベルナールは許し、 娘と会うことも認める。ロッテントマトズによれば、59件の評論のうち51、51%に、当たる30件が高く評価しており、平均して10点満点中5.5点を得ている。メトクリティックによれば、15件の評論のうち、高評価は3件、賛否混在は12件、低評価はなく、平均して100点満点中49点を得ている。アロシネによれば、 フランスの17のメディアによる評価の平均は5点満点中3。4点である。ありがとうございます。